先日のクラウドファンディングの動画につきまして、投資者の皆様、藤葵のファンの皆様、並びにバーチャル YouTuber ファンの皆様に不快な思いをさせてしまったことを深くお詫び申し上げます。我々葵チャンネル運営で今回のクラウドファンディングの企画を立ち上げた際の最低目標は藤葵のリアルライブでした。つまりこの度の最低目標は5000万円のストレッチゴールにありました。しかしながら決してファンの皆様の思いをないがしろにしていたわけではありませんが、運営サイドの正直な思いをお伝えすると、まさかこれほどまでに多くのご支援をいただけるとは思っておりませんでした。その上で本来の目標であったライブをストレッチゴールの目標とし、モデルアップデートを一旦の目標としてクラウドファンディングページを開設いたしましたが、結果として皆様からの応援や祝福と運営側の最低目標値、また私の焦りに行き違いが生じ、この度の騒動へと発展いたしました。最低目標がリアルライブにあったため、皆様からいただいていたモデルさえ良ければというご意見に加え、現状のシステムからより正確な動きを実現し、さらに長時間の稼働に耐えられるシステムに一新する必要がありました。バーチャル YouTuber 業界自体が盛り上がり、台頭するライバルが多く登場する中、スピード感を持ってとこのタイミングでクラウドファンディングを行う運びとなりました。改めまして、この度皆様に不快な思いをさせてしまったことを謝罪申し上げるとともに、進捗の報告や告知の方法等、皆様の意見を汲み取りながら、今後はより慎重に進めていきたく存じます。現状の進捗ですが、デザイン並びに全てのシステムの構築を行うチームが決定し、週明けより本格的に稼働いたします。現在予定しているスケジュールでは、すでにアップデートモデルのデザイン検討が進められており、3月初旬頃デザインが決定、何かしらの形で皆様にお見せできるようになるかと存じます。アップデートモデルの公開につきましては4月末を予定しております。またご投資いただいた皆様へお返しするグッズにつきましても、すでに進められるものから制作がスタートしており、3月上旬に全てのデータの入稿を完了、制作を進めるスケジュールとなっております。最後になりましたが、この度の件につきましては重ねてお詫び申し上げるとともに、今後も藤葵並びに葵チャンネルをよろしくお願いいたします。